どうも、笹さんです。本日11月13日なんですけど、ついにこちら iPhone 12 mini の発売日でございます。まあ、PS5 はね、残念ながら買えなかったんですけど、 iPhone は普通に買えたので、今回の動画で開封レビューということでね、まあ、iPhone SE とか iPhone 12 Pro とね、まあ、比較しながらやっていきたいなと思います。はい、それじゃあ早速ね、開封していきたいんですけど、まず箱がめちゃめちゃちっちゃいね。そして今回私さん購入したのは、グリーンの容量 256GB のモデルですね。じゃあ開けます。よいしょ。いやー、いいね。 iPhone のなんか新品開封するってやっぱ何回やってもいいわ。いきます。オープン。おお、かわいいね。あ、めっちゃ薄いな。結構色薄い感じですね。おお、そしてめちゃめちゃちっちゃくて軽いぞ。これすげえちっちゃいんだけど、今回実はね、残念ながら画面保護フィルム、買うの忘れたので、もうこれ取っちゃいますけども、いや、こんな感じか。すげえ、これ手のひらサイズって感じ。まさにこれ iPhone SE とちょっと並べてみますけど、おお、すごいね。iPhone SE と比べてこっちの方がちっちゃいっていうね。これすごいよね。ちょっと重さもね、測ってみましょうか。まず先に発売して動画にもした iPhone 12 Pro。こいつの重さがですね、196g ということで、まあ、画面保護フィルムは貼ってるんですけど、今ケースない状態。そして iPhone SE 行きましょうか。はい、これが 156g ですね。こいつもね、一応画面保護フィルムは貼ってあります。そして iPhone 12 mini、はい、134g。まあ、これはね、画面保護フィルムはないんですけども、まあ、断トツで一番軽いと。これすげえ。マジね、持ってみた感じも全然違うんだよね。そしてね、めちゃめちゃ持ちやすいです。まあ、ケースつけるとまた違うんでしょうけど、今んとこね、こう iPhone 12 mini 軽いし、本当に持ちやすいな。これすごいいいんだけど。っていうかね、この緑の色も結構いい感じですね。はい、じゃあ本体詳しく見ていきたいんですけども、この横のね、フレーム部分、iPhone 12 Pro は医療に使われるレベルのステンレススチールだったそうなんですけども、このね、 iPhone 12 とか12 mini は航空宇宙産業レベルのアルミニウムだそうです。まあ、どっちいいのかよくわかんないけど、まあ、プロの方が高いから一応ね、プロの方がいいっていうことなんですかね。ただ、これで、ね、見てわかる通り、プロはね、このステンレスの部分に指紋がめちゃめちゃつきやすいんですよね。まあ、ケースつければね、あんま関係なくなるのかもしれないんですけど、まあ、一応ね、これデメリットとして結構上げてる方がいるみたいです。ただこっちのね、アルミの方は指紋がね、目立ちにくいので、まあ、ケースつけないっていう方もね、あんまいないと思いますけど、そういう方はこっちの方がね、一応いいんじゃないかなとは思います。はい、そして右側には電源ボタンがついてて、上には何もないですね。そして左側にはマナーモード切り替えスイッチと、音量のね、調整ボタンが2つありますね。で、左の下の方にはこれ SIM カードスロットがあります。はい、で、本体の下にはライトニングと、あとスピーカーと、これ個数違うのはマイクってことなのかな。ちなみに iPhone 12 Pro はですね、左が3つ、右が5つなんですけど、iPhone 12 mini はね、2つと4つっていう感じになってますね。で、背面がですね、 iPhone 12 Pro はこれ多分アルミですよね。そして iPhone 12とか12 mini はこれね、ガラスではないよね。多分ガラスではないんですけど、まあ、アルミとは違いますね。はい、そしてこのカメラ機能、これがおそらくプロシリーズとそうじゃないモデルで一番違うんじゃないかと思うんですけど、まずね、プロはカメラが3眼で、そうじゃないモデルっていうのは2眼になってます。これ何が違うのかっていうと、プロは望遠レンズがついてるんですよね。っていうのと、このね、ちょっと黒い丸みたいなやつ、これはね、ライダースキャナーっていうやつで、震度を測るセンサーになってて、これがあることによって夜間のオートフォーカスが速くなったりとか、あとは結構すごい AR 機能を使えたり、3D データスキャンしたりとか、まあそういうことに使えるみたいです。で、そういう見た目だけではわからない違いっていうのもあって、この iPhone 12とか iPhone 12 mini っていうのは HDR ビデオ撮影のフレームレートが最大 30fps、そして Pro とか Pro Max は 60fps なんですよね。っていうのと、ナイトポートレードモードっていうのが、Pro シリーズしか使えない。そして Apple Pro Raw っていうのも、このね、Pro シリーズしか使えないです。で、データ移行とかもあるので電源入れて使いたいんですけど、その前にね、軽く付属品チェックということで、まずこのね、充電用の USB ケーブル、これは片側が USB Type C、 そして片側がライトニングになってますね。それと、まあ、ステッカーとかが付いてきてるっていうのと、SIM カードスロット取り外しのピンもね、付属しております。
はい、じゃあ SIM カード入れて電源入れていきたいんですが、よくねコメントでキャリアどこですかとか言われるんですけど、私さっさんはですね、楽天アンリミット使ってます。これマジでねおすすめですね。値段が安いっていうか値段タダだからね、今1年間これ神だよね本当で、私さっさんが住んでる青森にはね楽天の回線っていうのはまだ来てないんですけど、パートナー回線のまあ au 回線ですね、それを無料で毎月5ギガ使えるので全然ね今のところ十分という感じですね。はい、じゃあ電源入れます。お、やっぱちっちゃいけどベゼル狭いんでなんか画面サイズ十分そうだな。なんか全然良くないって感じなんだけど、じゃあセットアップちょっと済ませちゃいたいと思います。お、フェイス ID 登録きた。人生2回目なんですけど、でデータ転送なんですけど、これね iPhone から直接転送がやっぱ一番便利な気がするな。はい、じゃあ iPhone 12 Pro と近づけてね、データ以降待ちたいと思うんですけど、てかさっきサイズ比較この2つやってなかったかもしれないね。これよく考えたら結構サイズ違いますね。これこんなにサイズと重さ違うならやっぱミニ人気出そうだな。結構みんなちっちゃいの好きって人多いっすよねこれ。はい、じゃあしばらくデータ以降かかりそうなんで、ちょっと待ちたいと思います。はい、ということでこちら iPhone 12 mini へのデータ移行完了いたしました。まあ、やっぱりね、ある程度時間かかるので、急いでる時はね、やんない方がいいんじゃないかなと思います。それでは早速なんですけども、まあ、ベンチマークの測定、暗筒でやってみたいなと思います。ちなみにですね、搭載してるチップっていうのは、この iPhone 12 Pro と一緒ですね。A14 バイオニックなので、あんまり差はないんじゃないかと思うんですけど、なんかメモリがね、一応違うらしいので、まあ、スコアにね、若干差は出るんじゃないかなと予想しております。それと、今表示されてるスコアが iPhone 12 Pro と iPhone 12 mini 一緒なんですけども、これね、本当は一緒じゃないです。どういうことかというと、データ移行したら、そのままね、iPhone 12 Pro のなんかスコアがこっちに来ちゃったんですけど、これはね、まだ測ったことないんですよ。まあ、なのでこれはね、違うっていうことですね。はい、じゃあ3つ一気に行きまーす。はい。じゃあこれね、スマホ、横にして見ていきたいと思います。ちなみに搭載されてるディスプレイなんですけど、 iPhone 12 Pro と iPhone 12 mini は OLED です。で、 iPhone SE だけ液晶なんですけど、まあ、こうやって見てる分にはなんか液晶がダメとか、汚く見えるとか発色が悪いとか、まあ、そういう印象はね全然ないですね。やっぱ iPhone 12 mini 本体サイズはちっちゃいけど、こうベゼルが狭い分ね、いろいろ表示できていい感じですね。対応したアプリだとね、こういう風に、でっかく表示できるのは、まあ、すごいいいんじゃないかなと思います。はい、ということで iPhone SE、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro の暗筒でのベンチマークの結果出ました。なんと iPhone 12 mini が一番高いっていう感じにはなってるんですけど、まあこれね、実際はですね、CPU はこの2台同じだし、メモリがこっちの方が高いはずなので、まあ、何回もやってれば平均ではこっちの方が高くなるんじゃないかと思うんですけど、まあ今回なぜかたまたま、iPhone 12 mini が高いっていう感じになりました。そして iPhone SE からは、大体13万点ぐらいこっちの方が高いという感じですね。はい、続いて YouTube での動画の再生もね、ちょっと今試してみてるんですけど、iPhone 12 Pro が 6.1 インチ、iPhone 12 mini が 5.4 インチ、iPhone SE が 4.7 インチですね。こうやって見るとね、まあ一応どれも綺麗に見えるっちゃ見えるっていう感じではありますね。iPhone SE 4.7 インチで iPhone 12 mini が 5.4 インチではあるんですけど、まあ結局ね、YouTube とか再生するとこの横はね、表示できないので、実際の表示領域で言うとね、まあ多分同じぐらいなんじゃないかなと思いますね。 iPhone 12 Pro は、まあ、若干大きいんですけども、この2つはあんまり変わんないんじゃないかと思います。ただ解像度が iPhone SE が 1334×750 で、 iPhone 12 mini が 2340×1080 なので、まあ、こっちは、フルでね、ちゃんとした画質で 1080p の動画とか再生できるんですけど、 iPhone SE の方はね、まあ、若干、低解像度にはなるっていう感じですね。まあ、ただこうやって見てる感じではそんなにね、画質こっちの方がめっちゃいいとかっていう感じはないかな。っていうかね、iPhone SE ってさ、これ画質どこまで上げれるんだろう。あ、一応 4K 表示できんのか。まあ、4K で表示っていうことはできるんですけど、まあ、実際ね、ディスプレイの解像度はできないんですけどね。うん、まあ、どれも綺麗っちゃ綺麗なんですけど、やっぱりね、画面サイズとしてはこれが一番でかいので、動画見やすいのかなとは思います。
で色味は iPhone 12 Pro と iPhone 12 mini は、ね、全く同じに見えますね。 iPhone SE だけ、まあ、若干違うような感じ。まあこれもね、どっちがいいというか、まあ OLED なんでこっちの方がいいのかもしれないんですけど、まあ好みって感じなんじゃないかな。別にね、こっちの色が嫌だっていう、まあ感覚もないですね。で、カメラなんですけど、iPhone 12 mini についてるメインの広角レンズと超広角レンズっていうのは、まあ iPhone 12 Pro についてるやつと、同じ。なので、まあどっちもね、画質いいっていうのは分かってるので、今回ね、改めて再検証っていうのは、とりあえずこの動画ではしなくていいかなというふうに思ってます。で、望遠レンズだけね、iPhone 12 mini とか iPhone 12 にはついてないんですけど、実際に使ってみたら、まあついてなくてもいいかなって思いました。まあこれね、前の動画でも言ったんですけど、その理由としてではですね、この iPhone 12 Pro シリーズについている望遠レンズはいつでも使えるっていうわけではなくて、ちょっと薄暗いところとかだと、望遠レンズで撮ろうとしても、勝手にねメインの広角レンズのデジタル2倍ズームに切り替わる時がね結構あるんですよね。ということはこのね望遠レンズのない iPhone 12 mini とか、iPhone 12の、まあ、メインの広角レンズのデジタル2倍ズームと同じっていうことになるので、まあ個人的には別になくてもいいかなというふうに今のところは思っております。はい、じゃあ最後にこちら iPhone 12 mini 用に買った、まあ、クリアケース、これをつけてね終わりにしたいと思います。これいくらかな、1000円もしてないんじゃないかっていう感じなんですけど、まあ、ちょっと厚みあるな、このケースちょっと厚みあるぞ、なんかギチギチなんだけど、これ大丈夫か、これきつ、これ、あ、つきましたね、なんとか。これ絶対あれだな、落としても大丈夫そうだな。あ、いい感じだな、全然持ちやすい。とりあえずね、しばらくこのねクリアケースつけて使いたいなと思います。はいはい、じゃあ今日からこの iPhone 12 mini 使ってみたいと思いますので、まあ、しばらく経ったらですね、 iPhone 12 Pro と比べてどうだったのかっていう話も、別の動画でしたいなと思います。ということで今回以上なんですけども、私さっさんこのメインチャンネルの他にサブチャンネル、ゲーム実況チャンネル、ミルダム、ブログ、ツイッターやっておりますので、よろしければそちらの登録やフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。